こんにちは、ダイスです。今回はこちらの海上自衛隊さんのミサイル艇、新潟の山の下ふ頭に入港した日に来ています。今日じゃないんですけど見学させていただけることになってます。すごく嬉しいです。今回は入港の日っていうことで港に入ってくるところを撮影に来させていただきました。そして見学も楽しみですね。外から見てるのもすごくかっこいいので船の甲板すごく楽しみです。それではどんな感じだったのかも動画に映しているのでぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、艦の後ろに来ました。ほら後ろこんな感じです。すごい、わあ、波でね揺れてるのもね素敵ですね。おー、なんだろう、すごいこうやってまじまじ見ることって来た時で間近に見るタイミングって本当に少ないのでかなり興奮してます後ろかっこいい、すごいね。いや今日ね晴れててよかったです。青空に映えるかっこいいはい、見学当日になりました。到着しました。晩はあと1時間ぐらいあるので周りに展示車両が来てるのでそっちもね見せてもらおうと思います。低走行機動車、前に1回見たことある気がします。やっぱかっこいいねこんな感じです。どこから来たんだろう、横どこから来たのかな。すごいね、タイヤでっかい。はい、後ろですすごい初めて、ちゃんと来てた気がするんだけどあんまり覚えてなかったですね。こんな感じです。南極の氷、南極の氷あるよ。触ってみていいですか。どうぞどうぞ、はい、冷たい。この間しろってから。あ、この間なんですか。この間来たんだって。あ、そうなんですか。すごい。冷たい。なんか中に入ってますね。気泡が入ってまして、はい、その中の空気がなんか10万年くらい前らしいです。やっぱり10万年前の空気があるんだって。すごいな。すごいね。弾けてる声ですね。よく弾けてる。音ですか。聞こえるといいんですけど。あ、します。ブチ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 って気泡が弾けて音する。すごいな。あと 10万年前の空気を堪能してで、ガラポンがあるね。いいですか。当たるかな行きます。はい、ゆっくり回してね。キラキラシールです。キラキラシールです。ありがとうございます。もらった。
が止まりました。まもなくご案内しますので、またの、はい、あちらのねテントの椅子の椅子にかけてありがとうございます。もうちょっとだって行ってきます。行ってきます。始まりました。楽しみだな。ありがとうございます。あーすごい鳴ったよ。頑張ってます。今ね通路の中です。通路とか通ったり階段降りたり上がったりとかいろんなところ回らせてもらったんですけど、外から見てるのと感じがやっぱり違います。すごい面白かったです。食堂を見せていただいたりとか、あと何でしたっけ、上のとこここここ環境だったかな、お名前聞いたんですけど見せていただいたりとかしたんですけど、この船だと速い船、速度がかなり出る船なので、こう座るシートがあのクッション性がある、ね、柔らかいシートで、後ろにこう車みたいなシートベルトがついてたりとかしてて面白かったです。で私が今見学させてもらってた時もここはあの結構ですね、あの佐渡に行く船とか、あとは日本海だから、北海道に行く船とかジェットフォイルとか通るんで揺れるんですけど、そのね、船の上で揺れてる感じとかも思った以上にこう波が来てるなっていうのを体感で分かるのでびっくりしました。
構かなりですね、面白かったですね。上とかもね、ここ乗せてもらったりしてたんだけど、あのこの距離で見るよりも大砲も近いと大きいし真後ろでね、あの何でしたっけ、スクリューがこう回るとことかも上から見たことなかったので、上から見たんですけど、あ、こうなってるんだとかね、いろいろお話聞けて勉強になりました。ということで今回はミサイル艇のハヤブサを、船内の見学させていただいてきました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か大チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!